皆さんこんにちは、爆発多哉です。今日は今年初めてのライトトラップです。実は今年の夏、昆虫採集教室の講師をすることになりました。坂東太郎佐島少年自然の家というところでですね、キャンプを皆さんにしていただきながら、ライトトラップですね、UV ライトトラップと、あとはバナナによる野村ホイホイ制作を皆さんに楽しんでいただくというイベントがございます。それの講師をさせていただきます。久しぶりなんでとても緊張しております。今日は電源もお借りしてしまってるんで、静かなライトトラップになりそうです。日没は19時みたいなんですけれども、少し早めに点灯させます。キャンプファイヤーやってますね。そろそろ虫が集まり始めてますね。クワガタムシ飛んでくるまでは時間があるんで、ちょっと周りを見て回りたいと思います。もうクワガタもいますね。ちょっとフェアですね。オスとメスもいます。四つ星景色水もいますね。見えますかね、あれが見えてるやつがライトトラップです。トラップに戻ってまいりました。どうでしょう。あ、第一クワガタ来ました。やったー。坊主じゃないよ、ここは来たよ。素晴らしい。お子さんたちがはしゃぐ声の中、おじさんは一人でクワガタを探しております。第一クワガタ、ありがとう、来てくれて。でかいクワガタ来たっぽい。でかい、でっかねか。ココアの、ちょっと大きいやつが来ました。来ますね。なんだかんだ。黒子がね、来ましたね。死んではいないです。固まってます。涼しいですね。今年初の子ですね。ノコギリのメスが、来ました。ライトトラップに来てくれてよかった。とても人気のあるイベントだそうで、多分抽選になるんじゃないのかなというふうに思うんですけども、よろしかったら申し込んでみてください。本番ではもっと光らせたいと思います。